番号もう分かりました。やめとけよ、お前ら。俺、拍手出た時もうやめようかな、思った。怖かった、ここまで来るんで。番号ってないって聞けないですよ。いや、ソフトアタッチメントに教えていただきましたよ、もう。それであんな拍手起きる、みんなの思ったんですよ。いや、すごかった、分かりやすかったけどね。アンポって何でございますよ、うんうん、そもそもあなたは分かってるんですか。僕はニュースあんまり見なかったんですけど、はいはいはい、俺ちゃんと調べないかんなと思って、あのニュースも見るようにせんといかんなと思って、いつもね、スポルトしか見てなかったんですよ野球大好きですか。野球大好きなんで、スポルトしか見てなかったんですけど、はいはい、スポルトの前にちょっとニュースあるでしょ、はい、なんか昔ニュースジャパン、ニュースジャパンみたいなね、ちょっと早めのニュースジャパンから見てアンポも調べんといかんとなっていうふうに思って、ちゃんとここ何ヶ月間はちゃんと見るようにしてますよ。あ、しっかりとなんかざっと分かります。その安倍さんがすごい大変なんだなっていう、あ、ほら、そう、大変、ほんと大変だ、なんかいろいろね、批判も受けたりとかして、そうやっぱあのジャイアンツのキャッチャーとか安倍晋之助じゃんお前やっぱスポルトしか見てないのよ、お前。いやその前見てってだけ安倍晋之助の話せんや今なんでジャイアンツの話、大島ゆかりさんの方ね、そう宮崎智ちゃんの方じゃないんだ、宮沢ね、ごめんごめん、別にどっちじゃねえよ、あ、なるほどね、先の方見て、あとなんか夏ぐらいに見たのもありましたよ、ちゃんとすごい人がいっぱい来てなんかもう大変やったみたいな、ね、見た、すごい警備員まで来て大変だったんでしょ、大変な問題だったんですよ、甲子園やな、ね、スポルト見るなってだけ、お前スポルトばっか見るやん、ごちゃごちゃならんって、これでもね、ちゃんとこれ見ましたら、国会であの山本太郎さんが、そう、杉ゆくり歩いてた、そう、だからあれね、牛歩っていう、あの、自分の意思をやっぱちゃんと反対ですよっていうのを伝えるための牛歩戦術っていうのが、あ、そうなんだ、そうよ、あれ、痛風で足が痛かった、ちげえよ、お前よ、緊張気の飲み会でビールは私たっぷり来ましたもんね、足パンパンで、じゃないよ、お前俺しかわからんよ、あの痛み痛風26でなったわ、俺よ、そうなんです、足パンパン、あれパンパンなんだ足、痛風って何の話します、足パンパン違う、あの人はもう健康体やけども、あるいはもう反対ですよっていう反抗したい、お前そんなになんかボケの方が分からんみたいな感じにしてちょっとアホみたいにしとるけど、お前は分かってんですか、そのお前の考えを聞かせてもらいたい、僕の考えの前に、いや、まあまあ、ね、でもね、安倍さんもそれはもう賛否あって、もうすごい苦渋の決断で、どうせやっぱり日本がより良くなるために、そのね、安全保障関連法案、略して安保ですよ。でもあの戦争はやっぱみんなも、いや、それは誰だっていや、でもそのさっきね、町田も言ってましたけど、ネソフトも言ってました、こうどっか組み込まれた時は助けないといけない、でもそこは今までは遮断してたんです、お金だけボンってやったりね、でもそれはこれから助けるの、まあ、ギバのテイクになるんじゃないかっていう、だからそこね、反対もあると思いますけどね、戦争見ていきたくないですけど、でもこれはこれからの将来のためっていうのでね、まあ難しいとこかな、うん、全く同じ、大成功そんなね、コンビがねえじゃないよ、こんな以下同文ある、全部言われた、いやいやいや、そんなあるやん、お前の意見もらう、お前とブリキンのソフトに全部言われた、いやいや、俺はお前が言いましたよ、それを、ちょっと僕ほんと分かんないですよ、実はぶっちゃけ言うと、そうでしょ、分かりやすくね、説明してください、アンパンマンで届いてください、例えれるもんならね、アンパンマンみたいな顔して、あれがアンパンマン、アンパンマンとジャンジーだな、アンパンマンみたいな顔でジャンおじさんみたいな髪型して、あれが日本とアメリカのミックスだから、日本をじゃあ僕で、アメリカを厚切りしですもん、ね、もっと難しいな、もっと難いわ、それで教えて、それで教えた上で俺は賛成か反対かを言うんで、じゃあお前が、うん、今までは、厚切りジェイソンが滑ったら、僕が、あ、じゃあお前が滑ったら厚切りジェイソンがなんかフォローしてくれた、助けてくれた、うん、で、どうにかドカンってなった、厚切りのおかげで、うん、で、いや、以上っつって、うん、で、これからは、まあ、まあ、俺は厚切りが滑ったら厚切りお前助けてくれて、わい、かわいいピーポー、で、こっち、厚切りが今後滑るようなことあったら、お前も厚切り大丈夫かって助けなさいよってことや、だとしたら反対です、めちゃくちゃやないか、お前よ、話が起きたからね、今度突撃リポーター取られたからやめてこれのやつにしたからよ、お前死に行くのもなんか意気込みが強すぎるよ、お前は、え、何の話なんこれ、じゃあ次、かけふとバースで、いや、めちゃくちゃやないか、おめおか、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。